仕方ね。本当カスがいい。カスが私は30のおさん。マジか。なあ。ありがとう。なるほど。ありがとう。
いいや。なあ。ありがとう春日君、完璧だね。それじゃあ今日の謝礼だよ。それにしてもこの辺り数えるのは今までは気にして、それにしてもミスター何言ってんだよ。それ私の痛みと何春日君でもだからじゃあこっちこそ後継者そうだ、それは私の意思を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお風呂なんだ。意思を継ぐ？何？重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第一。そうなんだ。もし私、おっと、おい、待てよおっさん。うん？なんだって？それじゃ、バイビー。行っちまった。ったく、なんだってんだよ。だが。交通量調査員、なかなか深い仕事。おい、やってみろ。
メっす。どうするかね。私の番です。俺の番だな。強くなった気がするぜ。さらに強くなれましたね。ライアン踊れる、なんで俺らを襲うんだい。沢城藩を殺に突き出したわ。踊れる野郎が、お前らこそなんや。踊れる、何しに来たんや。久米に用があって来たんだ。久米はどこだって聞いてんだ。早く答えろや。これちょっと一番やりすぎよ。ハケ、クメはどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信がある。根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。クメはどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、カムロ町に行っただと。踊れ、この間選挙カーに押し込んできよったら、せやさかい、久米は都知事に、青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができへん言うでな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米さん、おやっさん。答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ。一番うるせえ。俺はな、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。あんた、なんで一身長に。通りすがりだ。なわけねえだろ。誰なんだよあんた。大阪じゃ味方してくれたよ。おやっさんとはどういう。身の上話をする気はない。あ、俺は日の当たるとこじゃ生きられない人間だ。だがだからこそ手に入る情報を持っている。何の話で。青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される。何、次の一手って何だい。お前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。何だと。知ってならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。何だと。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗っていけねえ。大手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報ってなんだよ。若の次の手ってのは何なんだよ。ああ、そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったらコミジュルに来い。
俺はそこで待ってる。コミジュル。今コミジュルでは孫妃がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧のめどは立っていないとは聞いていますが。なるほど、そっくりだな。ん？何か？いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。ほう、夢でも見られたのでは？聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり暗純義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。はあ、お前ら司令か。いい、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ねえもお前ら次第だ。続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。では青龍会の組長殺害にあなたの関与はないと。ええ、もちろん。言い切ります。ゴシップ。それはつまりあなたが警察などと。そう。へえ、そう取り乱さないでください。けそちらにご迷惑。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ。先日あの女彼ならもう舞台を。そのあのイスオースアラツでもい特にですから私。そう生きほうそうだ私を。そあでアメタあいつ。なるほど。ところでせん、はあ、そっちに頼んだ仕事はどうなっ。偉人町のこのそ石を。はい、東京岡野。
じろ見ないでいただけちゃおう。食べると思ってんのか。私の番ですね。してみろ。風車って発電してんのか。ええ、他にもソーラーパネルで太陽光発電も行っています。なんだよ、ちゃんと自家発電してんなら東電する必要ねえだろう。我々の生活の他にモニタールームもあるので、まだ自家発電だけでは賄いきれないんです。ですがいつかは全てを自家発電で補い、東電をやめたいと思っています。へえ、コミジュルなりにちゃんと努力してるってわけか。ちなみに今自家発電で補える電力はどれぐらいだ。洗濯機が1台回せます。え、こんなに風車があって洗濯機1台。安定しないんですよ。曇りや風のない日は発電できませんので、せめて乾燥できるまでにはしたいところだな。が一番。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。えらく不公平な気がすんだけど。意外と細かいことを気にするんだな。細けえことはねえよ。普通気になんだろ。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと、青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ。そりゃここに来た目的ってのは一つだよ。分かりゃいい。だが俺からも条件がある。なんだと。お前とお前の仲間たちがその情報を渡すに値する相手かどうか確かめさせてもらいて。あいにく俺は拳で人を見るタイプなんでな。そういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよ。やめとかねえか。情報だけ教えてもらえねえか。なぜだ。ここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよ。どうやら気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信がねえ。あんたやりかねねえよ。そりゃちょうどいいな。だと？ふざけやがって！吐いた唾！飲むんじゃねえぞ！お前の欲しがっている宝はこの奥にある。宝の番人は俺だ。手にしたきゃ。その番人を倒して前に進め。奴
つだけかかってこい。私の番です。じゃあこの遊んでくんないか。次は何だ。俺の番だな。ヤンノが捕まったぜ。出ると思ってる。行く。こっちも行くぞ。あの野郎、構えを変えやがったな。何の意味が。さて。セールや。プレゼント。痛い目に合わせますよ。よし、行くぞ。姫、あんたに起きるんじゃないか。社長は私が相手だ。俺の番。やってみろ。はい。ありがとうよ。なんだ。私の番です。まあ、やるか。本気でやってん。くらえ。勝てると思ってるよ。やるか。次は何だ。さて、遊んでくんないかな。なめんなよ。全力で。次は何だ。俺の番だな。見せてやるよ。痛い目に合わせます。プレゼント。まった本気。せーて、私が相手です。邪魔だよ。私の番です。さて、来てみろ。遊んでくんないか。私の番です。
のか。やめて。なめんなよ。俺の番だな。次はなんだ。遊んでくんないか。うわ。やめんな。本気でやって、これ以上は行くぜ。かかってきなさい。一応かえ、さあ、さて次は何だ。あ、そんなにうまいとこだな。俺のバッテリー見合わせますよ。やるか。よし、行くぞ。次は何だ。お回復だ。かかってきます。私の番です。来ねえ。やってみろ。次は何だ。来てみろ。くらえ。私が相手です。さて、まだまだですよ。次は何だ。ほら来いよ。遊んでくんないか。やってみろ。俺の番だな。誰を呼ぶか。勝てると思ってるよ。まあそう。まだまだ。はっ、まだまだですよ。次は何だ。そう、誰がいいか。私が相手です。うめえ。あっ、すごい。さて、なめんなよ。さて、じゃあこれ。まった、本気でやってんよ。これを。ありがとう。俺の番。
私の番です。俺の番だな。次は何だ。やってみろ。とっておきだ。社長パワーだ。強くなっちゃったね。成長を感じます。よっしゃあ。悪くなかったぜ春日一番。なに。
かよ。もっと来いや。ナンバーさっちゃん、よくもよくも俺の仲間を。テレテテテテテ。一番、ちょっと、ねえ。あ、え、え、あれ、ドラゴンは。ドラゴン？何言ってんだよお前。え？ちった頭冷えたか。頭冷えたかって。ええ、きっちり冷えたよ。ならいい。マジかよ。それだけのために喧嘩吹っかけてきたのか？お前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた。敵に勝ちたいんなら。考えろ。向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、どんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動け。それがお前自身のためにも仲間のためにもなる。行くぜ。青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる。